どんなに苦しくても、どんなに寂しくても、戦う君に追い風が吹くように、今夜は力尽きて倒れても朝が来る。そこから何が見えますか、立ち上がれマイフレンの友達から手紙が届いた。訪れた運命の前で君が立ち尽くしていると、この広い世界の中、なんで君なんだろう、神様はちゃんと見てるのかと友達は泣いてた。しばらく会えないねと笑う。君の強さと優しさが悲しいと続けた。せめてそこまで届くように、今度は僕に歌わせてほしい。君を愛してる人がいい。苦しくても、どんなに寂しくても、戦う君に追い風が吹くように、今夜は力尽きて倒れても朝が来る。そこから何が見えますか、ゆっくりでいいんだよ、立ち上がれマイフレンド。平凡な午後のいつもの街角で、肩を叩かれ振り向くと、そこに悲しみが立っている。そんな時代に飲み込まれ、立ち止まってしまう日もあるけど、自分や家族や未来や友達を信じるしかないよね。疲れていたはずなのに、何も言わずに笑って手を振った君のこと、ずっと友達と呼ばせてほしい。心の暗闇に入れてほしい。君を待ってる人がいる。いつかは誰もが見た星屑になるけれど、神様が決めたゴールまで歩いて行こう。頑張ってもいいから無理をしないでほしい。そこから空は見えますか、焦らないでいいんだよ。マストに今日もまた頬張り続ける君だから、風よいつか吹き抜けてほしい。どんなに苦しくても、どんなに寂しくても、戦う君に追い風が吹くように、今夜は力尽きて倒れても朝が来る。立ち止まる時もある、ゆっくりでいいんだよ。またここで会えるよね、いつ
つまでも待って